体作りはしっかりと。100日後の舞台でチケット100枚売る男。僕が出演する舞台は基本的にアクションがあるので、日頃から趣味でもある筋トレをしています。今回の公演はキャナルシティ劇場。劇場がとても大きいので、体をより大きくすることが目標ですね。体の変化は自分ではなかなかわからないですが、3ヶ月後の本番に向けてこれからも頑張ります。チケットの購入ページ、購入方法はプロフィールのハイライトから。次回、読書で物語を理解していく。